カツオの一本釣りの町、中土佐町呉。普通のサイズはこれぐらいなんですが、こんな大きなサイズのオブジェを作ってみんなを笑顔にします。中土佐町が高知の魅力を全国に発信しようと企画したのが、カツオを使ったオブジェの制作です。町や観光協会が進めるプロジェクトを発案したのは、地域おこし協力隊の久竹信代さんです。高知のカツオをもっと食べてもらいたい、でそのためにはすごい美味しそうっていうふうに思ってもらいたくって、久竹さんは去年4月、高知流のおもてなしで観光客を喜ばせようと、たたきのさわちととろ箱入りのカツオのオブジェを高知龍馬空港の手荷物レーンで流すことを企画。カツオを通して高知を盛り上げました。誰かが東京から持ってきたのかなと思います。今日食べようかなって思います。第2弾として企画したのが、たたきの切り身。切り身3枚と薬味を乗せたこの小皿サイズのおよそ50倍のオブジェを作り、手荷物レーンに流す計画です。久竹さんは昨日からクラウドファンディングでオブジェの制作費などを集めています。目標金額は100万円。初日は16人の支援者から21万円余りが集まりました。たくさんの人でそのカツオブジェを自分たちのオブジェなんだっていうふうに思ってくれたら嬉しいと思って、あえて今回はクラウドファンディングという形で撮りました。細かいところまでこだわりたいというオブジェ、監修を手掛けたのは大正町市場の鮮魚店で日々わら焼きを作る田中貴博さんです。そのこだわりは、土佐くれガツオっていうのはやっぱり漁師町の漁師が食べるカツオで、たたきやから強い藁の火力でバッと周りだけ焼いてちょっと焦がす感じ、特にうちのなんかは2ミリぐらいの焼きを気ぃつけてて、その代わり周りはパリパリっとこう焦げたような感じの生の味が残るたたきっていうのを心がけてるんで、それを今度作る時にちょっと形にしてもらいたいなと思って、監修したから美味しそうにできてるはずだけど。クラウドファンディングの期間は来月7日までで、返礼品にはカツオのわら焼きたたきや T シャツのほか、メモ帳やキーホルダー、魚介類に寄生する寄生虫アニサキスを入れたボールペンなど、ちょっと変わったものもあります。観光客の方々には、高知に降り立った一番最初の高知との、接点なので、カツオを見て、あ、高知でカツオ食べたいなっていうふうに、やっぱその気持ちを高めてもらえればっていうふうに思いますし、高知を遠く離れて東京とか大阪とかに住んでらっしゃってる方が、高知に戻ってきた時に、あ、やっぱ高知っていいなとか、高知のカツオってやっぱ、食べたいなっていうふうに思ってもらうっていうふうになったらいいなというふうに思います。観光客も帰省した県民も空の玄関口でカツオが食べたくなるプロジェクト、巨大オブジェは来月下旬高知龍馬空港に登場する予定です。